まあ、これあれじゃないですか、自分のタイプに合えばしっくりくるけど、合わないとしっくりこないとかだとね、うん、どっちかを握ってる可能性ありますよ、なりたいからって、うん、いや全然いいです、じゃあなりたいものになればいいじゃんって僕は思うので、はい、エニアグラムの使い方としては間違ってるんですけど、うん、カーシー博士で言う16タイプとかって、うん、要は選択、あなたの選択があなたです、うんうん、なので、あ、なりたいものになってるならいいんじゃない、うん、とは思います。はい、なんかエニアグラムでね、タイプなればいいじゃんって言うと怒られそうですもんね、それはエニアグラムじゃないって。まあ本質ですからね、気質、はい、あなたの気質がどこにあるか探っていきましょうですからね、はい、なんでじゃあその違和感を覚えてるのがどっちのタイプですかっていう話がなると思います、うん、エニアグラムのタイプとこの MBTI のタイプが共通してないよって、うん、じゃああなたはどっちを主に見てますかって、もうそこ行くともう全く違う可能性もありますからね。だからまあ僕白にも別にいてもいいとは思ってるんですよ、うん、まあいるんだとは思いますけどね、はい、低い確率で、そうっていうか、まあこの本がなんぼのもんじゃいとも思ってるので、まあそれ言うと全部そうなりますからね、はい、科学的根拠を示せなんですよ、うん、はい、多分どれも示せないですもん。そうなんですよね、うん、だから別にっていうレベルで見てればいいんじゃないとは思います、うん、で今日このタイプの5人としたのは、うん、例えばよく1と3で迷うよっていうのは見るんですよね、うんうんうん、でここで見ると、うん、タイプ1完全でありたい人とタイプ3、うん、目的を遂げる人、うん、でとりわけ判断型っていうところで一致してますねと、うんうんうん、ENTJ J の人と ENFJ、うん、っていう部分でタイプ1とタイプ3、うん、で自他に対する要求度が高い、うん、勤勉、行動的、効率的、押し切る、うん、で、ENTJ、ENFJ、タイプ1、タイプ3ともに自分ほど有能な人間はいないと思い込んでいるので、うん、責任を移譲することが難しい、うんうん、で保守的、伝統的になる傾向があると、うん、で感情型のタイプ1とタイプ3は批判に敏感で人を喜ばせる、うん、で援助し対立は避けたいっていうのは共通してますねと、うん、ただ相違点っていうのももちろんあって、うん、タイプ1は話をするときに得てして教訓的になる、うん、タイプ3の人は得てして自慢になる、うん、あとはタイプ1は一つの仕事を片付けてから次に移る、うん、タイプ3はしばしばいくつかの仕事を同時進行させる、うん、でタイプ1は物事を規則正しく行う傾向がある、うん、タイプ3は都合に合わせて行う傾向がある、で、タイプ1は堅実で実際的、終始一貫している傾向がある、うん、タイプ3は魅力的でカリスマ性を持つ傾向があり、他人の期待や状況に合わせて変化できる、うん、っていうのがあって、これでなんかそのエニアグラムのタイプで迷ってる人がこれで解決できるかなってちょっと思ったりしたんですけど、うんうん、あと他によくあるタイプの5人で言うと1と5、とりわけ出るのが ISTJ と INTJ、 論理的、客観的、非個人的で感情を抑制しているっていう点で共通してますと、高い基準と強い道徳意識を持つ、よく集中し行儀が良いっていうところで共通してるんですが、タイプ1は地に足がついている傾向があり、具体的な完全を行う。タイプ5は抽象的、理論的な傾向がある。タイプ1は伝統的で規則に従う傾向がある。タイプ5は保守的でなく、権威に反する傾向がある。で、タイプ1は積極的な役割を取る傾向がある。タイプ5は一歩引いて観察する傾向がある。うん、なんていうのを見ていくと、面白いんですが、皆さんなんかエニアグラムでなんか迷ってるタイプってありますでしょうかと。っていうとね、二等兵は2と3なのか、じゃあ例えば二等兵が2と3で迷ってたとします。はいはいはい、はい、とりわけ ENFJ は、うん、僕 ENFJ なくはないですね、うんうん、外交な時は特に友好的、情熱的、社交的ではっきりしている、うんうん、ごめんなさい、
人々の反応を絶えず気にする、うん、見栄えを良くし気持ちいいイメージを与えるように努める、うん、うん、自信ありげなふりをして内心のもろさを隠す、うん、これかENFJ か俺、うん、受け入れられ認められ称賛されることが好き、否定的な感情をあけすけに表現できないあ、なんか僕 N って言いますもんよくなんか、うん、ここにいそうな気はしてきましたね、はい、なんか、うん、相違点、うん、タイプ2は自分の優しさを評価されることを望む、うん、タイプ3は目標達成と成果を評価されることを望む、うん、タイプ2は他人との関係から自己感覚を得る、うん、タイプ3は仕事から自己感覚を得る、うん、タイプ2は容認型の場合はとりわけとあるんですが、うん、過度に感情的、うん、劇的になることがある、うん、タイプ3は比較的に感情を抑制している、うん、あ、タイプ2は自分の感情を語るのが好きタイプ3は自分の目標を語るのが好き、うんうん、タイプ2は人のために自分の関心事を諦めることがある、うん、タイプ3は自分の目標に焦点を合わせ続ける、うん、タイプ2は自分の感情に取り組むのが好き、うん、タイプ3は厄介な感情を避ける傾向がある、うん、2じゃないですか。僕は ENFJ のタイプ2かもしれないですね、うんうん、そんな感じがしました、今の2つの比較だと。なるほど、うん、面白いですね、うんうん、ちょっと今体調何でしたっけ。あ、でも体調悩んでないですもんね。タイプ？タイプで。エニアグラムはまあ9でしょうって感じですよ。はい、で、エニアグラムはまあ9ですよ。そうですよね。で、迷ってるとすると、はい、ISFP か INFP か。なるほど。ちょっと今ね、うん、ですね。あ、全タイプ読むのはどうでしょう？うん。もう何話か分けてやらなきゃいけない感じですもんね。あ、そうですね。そう。そうすると、分けましょう、これは。多分今いっぱい溜まってるのがある、エニアグラムも溜まってるしみたいな、はい、分けますねこれはね、はい、分けます、ありがとうございます、うん、